代の傾向の武人の公開は初めてです。6世紀古墳時代の埴輪です。これは国宝の武人です。5人の武人にはそれぞれ今回の展示に合わせキャッチフレーズがついています。この国宝の武人は侍のルーツです。この武人は地元群馬は俺が守る、それぞれキャッチフレーズがついています。この5体の武人はイメージが似ていることから同じ工房で作られたと言われています。この武人はシアトル美術館が所蔵しています。里帰りですね。60年ぶりの日本になります。日差しが深い恥ずかしがり屋、5人の中で一番のモデル顔かもしれません。最後に誕生した末っ子、この武人だけ兜の庇の形状が違います。左手に持っている弓も一番大きいものです。5体の武人は群馬県太田市と伊勢崎市で出土しました。武人の埴輪は映画大魔神のモデルにもなっています。悪い漁師に村人たちが苦しめられる傾向の武人の穏やかな顔が一変巨大化して怒りの顔になります。虐げられていた村人たちを救います。佐々木投手のあだ名にもなったりしました。そんな大魔神の埴輪です。大魔神のモデルとして視点を変えてみるのも楽しさが増しますね。5人の傾向の武人は同じ頃同じ場所同じ工房で作られたのでどの埴輪も一見似ています。ですが兜や弓、肩、体型などの違いがあります。弓の矢は場所自体が違っていたりします。細かく見るとかなりの違いがあります。さてこれは色を再現した武人です。出土されたものではなくて科学的に分析し当時の色を再現したものです。埴輪は古墳に並べられるもので祭祀や魔除けの意味があります。このような色と古墳を想像するとこれまでのイメージとは変わってきますね。この埴輪展は傾向の武人が目玉ではあります。ですがそれ以上に他の展示品にも大きな魅力があります。この埴輪を見てください。芸術性の高さ、そして横から見てみるとどんな方が作られたのかお会いしたくなります。1500年前に作られたとは衝撃です。笑顔が伝染する埴輪ですね。笑顔が悪霊を寄せつけない、笑顔が福を呼ぶ、古墳の強い魔除け効果になりそうです。1500年前も今と変わらないのは大切な笑顔です。そんなことも読み取れる埴輪たちです。動物たちの埴輪です。どれも線が柔らかくて家に置いておきたいです。癒される作品群です。埴輪は大きく円筒埴輪と継承埴輪の2種類に分類されます。これまでにご紹介したのは継承埴輪と呼ばれるものです。人物や動物、家財などの形です。そしてもう1種類が円筒埴輪です。その名の通り土管の形をしています。これは 2.4 メートルもある埴輪です。円筒埴輪は古墳の上や周囲に列状にずらっと並べられました。厚みが2センチメートルしかないのにも驚きです。今から1700年も前のものです。埴輪を見て感じるのはとてもデザイン性が高いということ。全般には優しい表現のものが多いと感じます。
常設の公庫展示室では企画展にはない優れた埴輪や土偶があります。これは私が一番好きな土偶です。有名ですね。宇宙人論争を招いた土偶です。非現実的な外観も含めて想像を巡らせる土偶です。3000年前のものです。企画展のチケットで考古室の展示も見ることができます。銅鐸の音を鳴らしてみたりすることができます。もちろんレプリカですが、2000年前の音を聞くことができます。最後に混雑状況です。場内の人は多かったですが、待ち時間はゼロでした。埴輪展開催2日目の10月18日金曜日午前10時30分の映像です。並んでいる人はいません。帰る時の午後1時も同様でした。見に来られる時の参考になればと思います。それではありがとうございました。ぜひ実物をご覧になってください。